1976年のグアテマラ地震は同年2月4日にグアテマラで発生した地震。震源地は首都グアテマラシティ北東1 6 0トルのモタグア断層で震源の深さは5トルモーメントマグニチュード7.5。1917年以降にグアテマラで発生した地震の中で最も大きな被害を出した地震である。多くの余震が発生し、 被害が拡大した。グアテマラ全土が被災し、中でもグアテマラシティ郊外にあったアドベ建築は壊滅的な被害を受けた。ほとんどの住人がまだ眠っていた頃、現地時間の午前3時1分に地震が襲った。犠牲者数は22,870人に上る。負傷者数は76,504人。何千もの家々が失われた。一部の地域では、幾くかにもわたり、 電力とコミュニケーション手段が断たれた。グアテマラの先住民は、さらなる貧困に追いやられることになり、政府による援助も期待できなかったため、協力して困難を乗り越えようとした。1970年代以降、先住民労働者による支配者層への抵抗運動が次第に勢いを増していくが、この地震は、先住民が団結し政治的な表舞台へ進出する転機となった。 ノアシグニフィカントアースクエイクデータベースサーチ、ハットノアシグニフィカントアースクエイクデータベースサーチ、津波イベントハット AB ユスグス、ヒストリックアースコウェイクスグアテマーラ1976フェブラリー0 4 9時1分、アトックハットユスグス、ニーク、アースクエイクサーチリザルツ、コンドアツコ、グアテマラ現代史彩ュ流、社、1996年、P106 から107。ありがとうございます。